さあ両チームフィールドに入りまして、第3クォーター後半戦が開始する形になります。後半戦は佐藤愛媛合同チームのキックオフで試合再開となります。佐藤愛媛合同チームキックオフキッカーは6番の斉藤。さあしかしこのキックオフシーンで先ほど合同チーム素晴らしいリターンがありました。このキックオフリターン注目しましょう。このキックオフをリターンチーム攻撃しました。リターナーなんとかそれを抑えておりますが、結果的に大きく後退した位置からの攻撃という格好になります。熊本様メッセージありがとうございます。先ほどの10秒減算ルールの施行タイミング、私は2分を切った段階ということでしたが、正しくは1分未満から残り1分を切ってからの施行ということでご指摘がありました。大変ありがとうございます。そして失礼いたしました。私自身ルールの解釈が曖昧なところがございます。ぜひ忌憚なくその点ご指摘いただければ幸いに思います。さあ試合はこれより合同チームの攻撃。さあ最初のファーストダウンの攻撃、まずいきなりパスプレーから入っていく。このパスはインターセプト。さあそして返していく、ビッグプレー、ターンオーバー。まず合同チームはここをパスによって打開を図りましたが、そのパスを取ったのは佐藤建設5番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトを決めたのは佐藤建設の5番有本。さあこれに佐藤建設愛媛はかなり優位な位置から後半最初の攻撃を得ます。ボールオン相手陣21ヤードから佐藤愛媛ファーストアンテ。パス不成功。クォーターバックナバン、こちらもパスプレーから入りましたが、しかしこのパスはカットされ、あわやインターセプトという危険な状況になりました。しかしパス不成功に終わりまして、セカンドダウンに変わります。佐藤建設相手陣21ヤードからセカンドダウン10。インターセプト。ターンオーバー。合同チームもこの窮地をインターセプトによって打開しました。インターセプトを取り返しまして、攻撃権取り返す形になりましたのは合同チーム88番の渡辺。先ほど前半終了間際素晴らしいキックオフリターンを見せた選手でもあります。さあ目まぐるしく攻守入れ替わる形で始まりました後半戦。現在攻撃権は合同チームに入っております。合同チーム自陣31ヤードからファーストアンテ。さあクォーターバック21番ハンドオフフェイから自らキープ、その総力で攻撃権更新を図ろうとしましたが、ゲインは1ヤードにとどまっております。クォーターバック21番は木田。合同チーム自陣33ヤードからセカンドダウン8に訂正します。合同チームセカンドダウン8。
さあここでワイドレシーバーをモーションさせ、そのスピードを生かしたジェットモーションスイープを展開しました。6番プレッシャーから内側にカットインしまして、これが構想し約7ヤードのゲインとしています。素晴らしい判断でゲインとしましたのは合同チーム7番失礼しました合同チームの7番の斉藤でした。合同チームのサーダウン残り1ヤード、これは佐藤建設愛媛ナイスディフェンス。同じアクションで今度は左に渡すと見せかけ QB キープを図ろうとしました。しかしこれを判断しました佐藤建設91番、見事ロスを奪いまして5ヤードロスを奪っています。素晴らしい判断でロスタックルしましたのは佐藤建設91番の林。なお先ほどのランプレーで構想しましたのは合同チームの6番の選手でした。失礼いたしました、6番の岡本のランプレーでした。合同チームフォースダウン5パントフォーメーションを選択します。佐藤建設リターンに入った、さあまくっていった、ナイスリターン、リターナー13番パントをキャッチしまして左オープンを疾走、サイドライン際走り上がりまして相手陣入ったところまで返しました。見事なパントリターンを決めましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ13番のアイオイ。この位置で攻守交代となります。佐藤愛媛相手陣33ヤードからの攻撃に入ります。佐藤愛媛ファーストアンテ、クォーターバック12番ショットガンフォーメーションから自らキープ、しかし相手ディフェンスの集まり早くゲインは1ヤードにとどまっています。キャリアとなりましたクォーターバック12番はジョナサン・アレクサンダー・ルビオ。佐藤愛媛セカンドダウン9ボールオン相手陣31ヤード、インターセプト、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーによる一気の前進を図りましたが、このパスを合同チームパスをチップし、そのパスをインターセプトし、最終的に取ったのは合同チームの選手でした。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、合同チーム一陣14メートル付近からのパスアンテ。ここで佐藤愛媛側も一気加勢に競り込みたいというところでしたが、勘どころ要所で合同チーム素晴らしいビッグプレーでこの攻撃を阻止しております。その合同チームの攻撃ボールオン自陣14ヤードからファーストアンテ、さあ素晴らしいブロックで抜けます、ナイスラン、ファーストラン、難易枠20番ハットを放託されまして右を2区付近を展開、味方ブロッカーが見事に機能しまして大きく前進、攻撃権更新しましたファーストラン。合同チーム20番は笹生、合同チーム自陣27ヤードからファーストランテ、ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。ここで何か反則が発生したのでは、
オフェンスチームの反則です。フォルススタート、揃ってスタートしませんでした。5ヤードバッタリとなりまして、ファーストダウンやり直しとなります。従いまして合同チーム自陣22ヤードからファーストダウン15。パス不成功。クォーター61番左ロールアウトからワイドレシーバーへのパスを投じましたが、このパスは合わず、パス不成功に終わっています。ここでウォーターブレイクが入ります。後半開始早々、双方ともにビッグプレーの応酬という形で試合が展開しております。佐藤建設がその勢いに乗じて一気に得点を上げんと攻め込んでおりますが、用どころです、勘どころです、全てインターセプトにより阻止されております。さあ、この緊迫した状況ですが、果たしてこの状況を打開するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。この水井となりますウォーターブレイク、非常に注目したいところです。さあ、ウォーターブレイク解けます。試合再開します。合同チームセカンドダウン15。さあ、ランプレーを選択しましたが、これは佐藤愛媛がナイス対応。リオフタクル付近のランプレーを佐藤愛媛14番がタックルしまして、原因はほとんどありません。素晴らしい反応でタックルしましたが、佐藤愛媛側の14番内藤。内藤選手は岡山大学の現役の選手です。現役プレイヤーがここで短期参戦しております。佐藤愛媛、失礼しました、合同チームサーダウン15。不成功。ここで左側にいましたワイドレシーバー16番にパスを投じました。しかしこれもパスカバーありまして、パス不成功となっています。ダウン1つ失い、フォースダウンに変わります。合同チームフォースダウン15、パントフォーメーションを選択します。このパントはコントロールされ、相手陣45ヤード付近で外へ出ました。この地点で攻守交代となります。合同チームパンター13番中塚、素晴らしいコントロールされたパントで陣地挽回を成しました。攻守変わりまして、今度は佐藤愛媛側の攻撃と変わります。ボールオンは自陣45ヤードから佐藤愛媛ファーストダウン10。ナイスラー。クォーターバック7番ハンドオフフェイクから自らの総力でまず攻撃の弾みをつけました。約7ヤードのゲイン。走りましたクォーターバック7番は川倉、失礼しました、9ヤードのゲインです。佐藤愛媛相手陣46ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。
これはゴードチームディフェンスが踏ん張りました。佐藤建設中央突破による攻撃権更新を図りましたが、攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。佐藤愛媛相手陣46ヤードからサードダウン残り1ヤード。その距離実質1ヤードありません。インチの距離です。さあここで中央へのランプ、攻撃権更新になったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンと変わります。佐藤建設フォースダウンインチ、プレーを選択します。ギャンブル、前進できないと攻守交代になりますが、さあどうなるでしょうか。さあ三谷の中央突破、今度はなりました。ギャンブル成功、ファースター。この距離を佐藤建設あえてパワープレーで挑みました。キャリア4番見事に攻撃権更新を果たしています。佐藤建設ファースター、見事攻撃権更新果たしたのは佐藤建設4番の芝。さあ佐藤愛媛ファーストダウン10、再び中央のランプレー、今度はキャリア9番に託して中央突破を続けます。約3ヤードゲインとしています。キャリア9番は上野。先ほどのランニングバック芝、そして今の9番の上野、いずれも佐藤建設の屋台骨を支え続けた素晴らしいランニングバックたちです。佐藤愛媛セカンドダウン7、クォーターバック7番ハンドオフェイから左へオープンへ展開。その走力によりまして見事なステップワークにより約3ヤードゲインを果たしています。失礼しました、約2ヤードのゲインに訂正します。クォーターバック7番は鎌倉、こちらは佐藤建設の新戦力といったところでしょうか。佐藤愛媛サードダウン5、さあ再びクォーターバック7番が中央突破、攻撃権更新になったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。佐藤愛媛再びフォースダウンの状況に入りました。さあプレーを選択します。続けてギャンブルと入りました。フォースダウン残り1ヤード。ギャンブル成功、ファースター。佐藤建設、ここで選択しましたがクォーターバックとのランプレー、あえてランニングバックのフェイクを入れまして、その引きつけた裏をつくようにして攻撃権更新を果たしています。佐藤愛媛ファースター。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、佐藤愛媛合同チーム7点、トレスターズ合同チーム3点、その差4点で最終クォーター第4クォーターに移ります。